皆さんこんにちは、マッキーです。今回はですね、大阪の亀屋のですね、HO ゲージのレンタルレイアウトをご紹介いたします。亀屋さんといえばですね、おそらく鉄道模型のファンの皆様であれば、ほとんどの方ご存知なのではないでしょうか。関西圏内の方はもちろん、関東の方もですね、大阪に遠征して走らせている、そういったケースが多くあるのではないでしょうか。今回はですね、その亀屋さんの、高架線ですね、高架線の、レイアウトをの走行動画をお届けいたします。今回ですね、速報版ということですので、後日、ハイクオリティ版はまた別で出せればと思うんですが、亀屋さんというとですね、やはり淀川ですかね、鉄橋ですね、こちらを模したものがやはり特徴でして、今映っていますが、やはりこちらを走らせている、映像が多いかと思うんですけども、今回はですね、非常に珍しいちょっとこう高架線の、走行シーンをお届けできればと考えております。高架線もですね、非常に素晴らしくてですね、地上線の、車両とですね、やはりこの高架を走る、高速列車ですね、今回私が持ってきたのは、加藤の E5 系と、オーストリアのレールジェットになります。こちらをですね、の走行シーンを皆様にお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。
かがでしたでしょうか。今回は大阪亀屋さんの HO ゲージのレンタルレイアウト高架線の走行シーンをお届けしました。こちらの動画ですね、後日もう少し詳細にお伝えするものを配信いたしますので、そちらも楽しみにお待ちいただければと思います。で、改めてですね、今回走らせて感じたのは、やはりこの亀屋さんのレンタルレイアウトですね、非常にこう、まあ、細かいこういったところですね、鉄橋やはり目立つんですが、その下のところですね、こういった形で非常に細かくですね、作られていまして、このジオラマの作り込みなんかも非常に素晴らしいなと思います。そして今度はですね、ぜひこちらの、まあ、やはり鉄橋をこう走っていく、ところをですね、私の車両も走らせたいなと思いますし、実は来月ですね、また亀屋さん訪れる予定ですので、まあ、そちらの様子なんかも動画に収めて、皆様にお届けできればと思います。まあ、高架線もですね、非常におすすめです。まあ、新幹線の、車両ですね、お持ちの方はもちろんなんですけども、まあ、そうでない車両もですね、まあ、非常にこう走らせて、まあ、やはりこう高架を走るので、車両は非常にこう、まあ、地上線を走らせている車両よりもよく目立つと、映えるということで、まあ、ぜひですね、こう自慢の車両をですね、こういったところで、走らせているのもいいのではないかなと思っております。それではですね、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、いいね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。